悪いやつのために一生懸命やってんだからさ、そんなようなものをいち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 作るんじゃないよ。川西君が騒いで結局なくしたらまた京王電鉄がやってる、自分の年だからっつって自転車はみ出てるぞ、歩道の方に。京王さん、なんだそれでも交通安全かい、何にも謝らないの。ああ広場に有料駐車場作っちゃってさ、駅から無断で通る人がいるんだよ、グリーンの歩道だって。俺たちが走るところにグリーンの歩道の交通規則はないんだよ、それは会社の中のものなんだよ。白いやつにならねえのか。ならないよ、だって慶応さんの時だから。だったら俺たちを通さないようにしろ、はっきりしろよ行政も。あ、慶応電鉄だって謝らないよ、あれは役者みたいなもんで競争が相手も何もないから。みんな謝らないよ。中央新聞に入間川の問題で俺が勉強会開いてるのによ。ああ木戸正義、伊藤栄俊、ちゃんと裏に小林勝造、小林一茶とも言ってるけどさ、誰か長友義樹をくっついててよ。勉強会無視してんだよ。おーおー元はよ、おー国交省の渡り鳥、サンバカー渡り鳥、河野助役、宮地助役、千秋初宿って書くんだよ。お前たちだってみんな責任あるんだよ。お前たち都市整備都市計画のその場所の道路課の上だろ。お前たちみんな入間川に戻せ。もともと2009年の3月31日まで、昔から入間川って東京都は書いてたんだよ。おい東京都、お前たちも一回入間川に直しちゃったら元に戻さねえじゃねえかよ。ちゃんと謝んなくてもいいから戻せ。調子が間違えたってことにせいにするな。お前たちちゃんと事実が分かったんだから、調子のせいにするのは分かったよ、ちゃんとしろ。おい津川湖、駅前に俺が全財産を投げて、金子の文化まちづくりをするって看板出してたのに持っていけなかった。防犯か、ああ堀吉田杉崎大森、お前たち許さねえぞ、謝れ、看板を元に戻せ。金子林をやってる石井会長さん何やってんだ。何のために金子林やってんだよ。お祭りの神輿の金子を取れ、札を取れ。俺の金子祭り保存会を無視してんだから取れ。この他に世田谷区の保坂区長の問題、烏山冤罪っていうのがあるんだよ。川西京の烏山ハイキングの目の前に行きなさい。西口の川西京の展示場の前に行きなさい。でかでかと書いてあるよ、役所は謝んねんだよ。ただいまの単体目個人名は事実の方とそっくりなところがあると気づいた方は勉強してください。あくまでもフィクションです。法律には愛がない、役所には耳がない、なんてことはありませんよね。ただいま川西京は大阪区長に抗議中、長友市長に抗議中。これは本当です。内容はどうぞ皆様が考えてください。